もう初めての話がたくさんあって、はい、私なんかにとってもついていけないような話ですけど、ただ、とんでもない物理学、今まで私たちが習ってきた物理学とはあまりにも違うので、そうですね、びっくりしてるんですけど、ニュートンと聞けばもう万有引力の法則ぐらいしか私は分かりませんけど、うん、いやいや、もうニュートン物理学では何も説明できないんだというふうに教えられてきましたよね。そうですね、そうですね、もう量子物理学というものがね、すでに乗り越えちゃって、そうで特殊な場合としてね、対数の法則にのっとって、量子力学を適用するというかね、古典物理学が説明できるんだとか、こういうことを聞きたいわけですね。ところがね、これ調べてみるととんでもないめちゃくちゃな体験なんですね。例えばね、これ19世紀にその熱力学会何代ともが出てきてるわけですね。でそれをそのまま採用して、日本の世界の量子物理学ってのができてるわけですね。で例えばね、飛行機とか鳥っていうものが飛べますと、これ飛べるっていうことを熱力学、確率論的な熱力学ですね、それと量子力学っていうのはこれ絶対説明できないんですな。これ今私はセミナーでやってるんですが、鳥の羽とかね、飛行機の羽ってのは上がこうこんもりになってて、下が平らになって、この羽の翼がこう先に進むというとね、気流がこう上を通る、下を通る、で、まあ、初めの出発点と一番終わりがね、同じものが元に戻ってくる。そうしたとき、上の方が距離が長いから、速度が速くなきゃいけない。これを V1 とします。下の方の気流を V2 としますね。そうするとね、確率論的な世界観でいうというと、上の気流というのは、その羽の面に沿った方向に速度が速いだけじゃなくて、これは四方八方に飛び散るわけです。確率論の考え方というね、そうするというとね、上の方を、上の面の近くを、その横に、移動してるね、気流の分子はね、上の方にも下の方にも、しかもより速い勢いでもって上の方下の方に、速度を持って、移動するわけですね。で面の上から下に体当たりするわけです。彼らの気圧という概念は分子が体当たりするんだと、ある速度を持った分子がね、それが気圧であるという、こういう、物理学の正統派現代物理学の中でって唯一モデルがあるのはそこですね。ところがこのモデルは完全に間違いなんですね。というのはね、速度が速いでしょ、はい、速度が速いものが体当たりしてるでしょ、しかも上の表面、これ面積大きいですよね、はい、下の方はね、面積が小さくて速度が小さいものが下から上にちょこっとぶつかってたんですね、当然のことが速度がより大きいものがしかもたくさんね、上から下に向かってぶつかるんでしょ、飛行機とか鳥ってものはね、正統派現代熱力学、そしてまた量子物理学によるというと絶対に始めた時はことができないと、こういう結論になりました。なるほど。それで彼らはね、いやそれは多体問題だから難しいんですよとこう言ってね、逃げようとする。多体問題っていうのはね、3体以上のものが互いに作用反作用したというお話なんですけどね、いやそんなことじゃないんですよ、この体当たりすることによって圧力が生じるんだっていう、こういうモデル自体がもうそもそも間違いなんだよとこれ我々のね、先ほど言いましたニュートンの動的作用反作用法則でもって、スライド説明するとどうなるかっていうと、上の方は速度が速いんですね。 V1 の速度はでかいんですな、下の方の速度 V1 は小さいんですね。ところで F1×B1×F2×B2 なんでしょ、っていうと V2 っていうのは速度が小さいの、これにね、でかい F2、上から下の力ですね、この力が掛け合わさって初めて下の、小さい速度の B1 に、下の速度、でかい速度の B1 ですか、上のね、それに小さい、力の F1 ですね、僕さっき B1 と B2 どっち先言ったかな、上の方 B1 って言ったら、そしたら F1 はね、小さいんですよ。B2 は、B1 はでかいけれど、そうですね、下の方は、B1 はね、B2 はね、これは速度が小さい、しかしながら F2 はですね、下から上に襲う力ですね、これはでかいんだと、こうして初めて飛ばないだそうですね、だから飛ばないですよね。だから今の場合下から上に押すね、力の F2 の方が F1 よりもでかいわけです、だから持ち上げる、こういう話になる。あるいは素粒子モデルというものをこの動的作用反作用法則から我々認識出しておりまして、それをもとにして体積を見ることができるんですが、つまり一般に気流がね、空気が流れていると、あるいは水の中の水が流れていると、そういったその流れがあるところは圧力が、気圧が低いだとかね、あるいは水圧が低いということは、これは
水圧計だとか気圧計をでもって測ればもう明明快快によく分かるわけですよ。しかしその現実のね、非常に単純明快な、あれですね、実験結果、これ自体を、生徒は現代物理学の熱力学だとか量子物理学というのは説明することができないです。こういう問題があります。その辺の矛盾をずっとついてかれた。そうですね、それでもう行ったところも山のように僕言ってます。基本的にね、そうですね、もう言い出したらもうキリがないんで、でそれを言った、私がセミナー等でも物理学の専門家をやってるところに並べ立てている生徒が現代物理学のですね、批判というのは、これはお互いに矛盾です。一貫した完全な体系としてですね、批判してあります。